神戸市が計画する三宮の再開発をめぐり、次世代型路面電車が走る神戸の未来について検討を進めてきた座談会が報告書をまとめ、久本市長に提出しました。神戸市では三宮からハーバーランドにかけてのウォーターフロントエリアで大規模な再開発が進んでいて、次世代型路面電車LRT を移動手段の一つとして議論しています。市の委嘱を受け、座談会のメンバーを務める観光や子育てなどを専門とする企業の担当者らはこれまで意見交換を行っていて、 LRT が神戸の街を走ることで人々の生活がどのように変化していくのかなどについて報告書にまとめ、今日久本市長に提出しました。安心して歩けるようになるっていうのがやっぱり LRT というものの強みかなというふうに感じております。はい、神戸愛に根ざして未来を描くときにどんな都市がいいんだろう、 LRT が走る神戸のイメージっていうのは多分結びついてるんだろうと思うんですね。市は今後 LRT 導入の実現に向けて検討を進めていきたいとしています。